株式会社ルフトホールディングス代表取締役南原達希。南原が最初に起業したのは22歳。日本と海外の車両価格の違いに目をつけた彼は、それをビジネスチャンスと捉え、大量に車を輸入し販売、順調に業績を伸ばしていく。しかし、この煽りを受け、南原の会社も経営破綻。全社員260人を解雇し、ゼロからの再出発に。ここからの南原がすごかった。M&A の仲介、旅館の再生など、さまざまな事業で成功を収め、見事 V 字復活を遂げたのだ。そんな南原が最近あることを思う。若い人たちにもうちょっと頑張ってもらえないんでね。元気のない若者が多いじゃないですか。この肉体美に負けないほど元気な若者の挑戦を南原は待ち望んでいる。